ディキンソン軍は、アメリカ合衆国ミシガン州アッパー半島の西部に位置する軍である。1891年に、マーケット軍、メノミニー軍、アイアン軍の一部を合わせて設立された、州内では最も新しい軍である。軍名は、民主党員で、グローバー、クリーブランド大統領の政権で、優勢長官を務めたドンエム・ディキンソンにちなんで名付けられた。 2010年国勢調査での人口は26,168人であり、2000年の27,472人から4.7%減少した。軍庁所在地はアイアンマウンテン市であり、同軍で人口最大の都市でもある。ティキンソン軍はウィスコンシン州にもまたがるアイアンマウンテン小都市圏に属している。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、 軍域全面積は七七百十七点一二平方マイルであり、このうち陸地七百六十六点三四平方マイル、水域は十点七八平方マイルで、水域率は一点三九パーセントである。以下は二千十年の国勢調査による人口統計データである。李金村軍西事広場軍政府は、軍監国の運営、地方道の維持、地方裁判所の運営、 権利譲渡と定当権設定記録など重要記録の維持、公衆衛生規制の管理、福祉など、社会サービスの項目で州の施策への参加を行う。軍政委員会は予算を管理するが、法や条例を作るのは限定付き権限である。ミシガン州では、警察と消防、建設と区画割り、税評価、街路維持など地方政府の大半機能は、個々の都市と軍区の責任である。 2006年の住民投票では、州憲法の修正提案である、差別是正措置を禁じる提案を74.2%の指示で賛成した。ディキンソン軍は、下記7つの軍区に分割されている。ありがとうございます。